え、どうも皆さんこんにちは。ウイスキー専門店の岡村清書です。どうも。今日はですね、まあ初心者向けの動画にはなるんですけども、まあバー初心者向けかな、まあバーでのウイスキーの頼み方という動画になりますね。まあ、やっぱり家飲みをされる方もすごく多いと思うんですけど、ぜひねバーとかにもね足を運んでもらいたいです。まあ、もちろんね、まあ、住んでる近くにあるバーでもとか、まあ、ちょっと遠出してるでもね、ウイスキーいっぱい置いてあるようなバー当然いっぱいあります。そういうところとかね、まあ、ぜひちょっと行ってみてもらいたいですよね。ぜひバーでウイスキーを飲んでみるっていうのも面白いかなと思うので、ね、ぜひぜひ行ってほしいんですけれども、ただ、まあ、うちもそうなんですけど、基本的にボトルの種類をめちゃめちゃ置いてるバーってメニューをね置いてないところもありますし、棚を見ても何が何だかちょっとわからないのが多いじゃないですか。そういう時にどう頼んでいいかわからないって方結構多いので、まあ、そういう方の、ね、ためにちょっとね今回動画作らせていただきます。まずですね、飲んだことのあるものとか、まあ、普段飲んでるようなやつをわざわざこういうところに来て飲むのはやっぱりもったいないです。冒険心を持ってあまり、ね、飲んだことないやつだったりとか、今逆に普段飲んでるウイスキーのまたちょっと違うね種類のものだったりとかを頼んでみるのがいいと思います。まあ、あと、まあ、結局ね、メニューがないので、まあ、どう頼んでいいか本当に分かんないじゃないですか。まあ、そのために僕らってバーテンダーなんですよね。バーの一番の楽しいところって、そのバーテンダーと何を飲むかを相談して決めるのが一番の魅力なんですよ。だからそこをね、楽しんでもらいたいというのがね、ことですね。まあ、まずね、いきなり相談するって言っても何を相談したらいいかって分からないじゃないですか。まあ、まず最初に一番手堅いのはね、まず予算とか、何杯飲みたいのか。っていうのを最初に伝えるのが一番いいと思います。まあ予算が5000円なのか1万円なのかとか、1万円で3杯飲みたいとか5杯飲みたいとか、5000円で3杯飲みたいとか、そういうのとかを伝えていくとバーテンダーの方とかも結構選びやすくはなると思いますね。好き嫌いってやっぱりあるじゃないですか。でもやっぱり初めて来たお客さんの好き嫌いってまあやっぱり分かんないんで、普段どんな銘柄を飲んでるのかっていうものを教えてあげると、それに近しいものから選んでくれます。例えば、まあ、前の美女企画の時とか似たようなことありましたけど、シーバスリーガル普段飲んでますって言ったら、じゃあストラスアイラ飲んでみましょうかっていう、そういう提案ができるので、普段ねこういうウイスキーが好きですっていうのを伝えていくのは大事だと思います。で、まあスモーキーなものを飲みたいのか、フルーティーなものを飲みたい、甘めなウイスキーが飲みたい、はたまたその中間どこら辺のものを飲みたいのかを伝えるのも大事ですね。で、まあちょっとここからはクロート向けになるんですけど、まあシェリーダルのものがいいとか、バーボンダルのものがいいとか、ワインダルのものがいいとかね、例えばスモーキーでシェリーダルのものがいいとか、フルーティーでバーボンダルのものがいい、まあ、さっぱりした感じのものがいいとか、まあ、さっぱりどっしりとかでもいいんですけどね、どんな感じの味がいいのかっていうのを、まあざっくりとでもねいいので教えていただけると、こっちもね紹介しやすくなります、ボトルを。バーボンダルの特性とかシェリーダルの特性とか多分結構難しいので、まあ普通にどっしりしたものなのか、どっしり甘いのか、さっぱりしてちょっと軽やかなのか、そういうので全然いいです。まああとはちょっと飲み慣れてる方とかだとね、好きな地域とかで選んでもいいと思います。まあもちろんアイラが好きな人とかだったらアイラモルトで結構ピートが強くてどっしりしたやつとかなると、まあ結構ヘビーピートのシェリーダル熟成のとかをいくつかこうやってお出しして紹介できるんですよね。ってな感じでこう、まあアイリッシュ系でとか、まあスペインサイド系だったりハイランド系だったりとか、好きな地域とかもね伝えるのもいいと思います。まああとは結構例えばこういうウイスキーバーとかになると、カスクストリングスのウイスキーをものすごく種類置いたりするんですよ。まあ新しく出るようなそれこそボトラーとかって大体カスクのものが多かったりするので、加水タイプがいいのかカスクストリングスの方がいいのかとかも伝えてくれるとね、すごい選びやすかったりします。まあもちろんね、ジャケ買いとかも、ジャケ買いじゃないですけど、ジャケで選ぶのもいいと思いますし、自分の好きなタイプのウイスキーをある程度伝えてあげて、で、じゃあこういうものどうですかってこう相談できるのがやっぱりバーの面白さではあるので、またちなみに全く逆でもいいと思うんですよ。例えば普段、フルーティーな、それこそグレンモーレンジとか、グレンリベットとか、そこら辺のフルーティーなウイスキーを普段飲まれている方とかは、ちょっと逆にスモーキーなものを挑戦してみたいっていうのも全然いいと思う。普段例えばグレンモーレンジとか飲んでて甘めなものが好きなんですけれども、ちょっとこう今日はスモーキーとかピーティーなもの
ちょっと挑戦してみたいんですけど飲みやすいものありますかみたいな感じでも全然いいと思います。まあちょっとこうある程度少しだけ具体的な要望を言っていただけると、あのバーテンダーの方もねすごい進めやすいので、ぜひねあのバーでチャレンジしてみてください。でまああとあの何でもいいっていうのはやっぱ困りますね。あの本当に何でもいいんかって思いますし、ある程度のね好みを伝えていただけると多分バーテンダーの方も助かりますし、多分その自分が本当に飲みたい自分のストライクゾーンのものにもすごい人絶対紹介してくれると思うので、そういうのをねぜひぜひバーで行って試してみてください。ざっくりまとめると、まず予算とか杯数を決める、まあ、これはざっくりでいいと思います。もちろん少なくする場合もありますよ。あのちょっとオーバーすることも多少はね、あのまあ相談の範疇であると思いますしね。で、まあ、好きなフレーバーですね、スモーキーなのかフルーティーなのか中間ぐらいなのか、好きな地域だったりとか樽とかを教えてあげる。で、あとは自分の普段飲んでるような銘柄を教えてあげる。だってそれをすることによってめちゃめちゃバーが楽しくなると思います。まあ初めて行くバー多分緊張すると思います。ちょっと敷居もやっぱね高いですもんね。少し緊張するかもしれないですけど、意外と入ってみればバーなんでそんなに怖くないというか、意外と大したことないのでまあね、もちろん変なバーテンダーですよ、あのところもねいるかもしれない。まあ僕だって変なやつですし、まあ怖い人じゃないですよ僕で。例えば何回かね来ていただけると、その人がどういうウイスキーがどういうお酒が好きなのかっていうのがやっぱりこっちもねあのだんだん把握できるので、よりねあのこちらもあこれ多分これ絶対好きですよみたいなあの紹介とかもできるようになって、よりねあのウイスキーの世界が広まっていくというか、あの楽しむことができますので、個人だとね絶対に買えないようなボトルとかもいっぱいありますし、そういうのをね一杯とかでも飲めるのがやっぱりバーの楽しいところですし、バーテンダーと相談しながら自分の好きなお酒、好きなウイスキー、好きな銘柄を探していく、見つけていくっていうのもやっぱりバーの楽しいところですので、ぜひねバーに行ってみてください。まああの今ね結構世の中的にも大変な時期で無理に行けと言ってるわけではないですけれども、ウイスキーの新しい世界とかまだ自分が見たことのない世界、まだ見たことない蒸留所だったり味わったことない味、そういうのをねぜひぜひあの飲んでみてもらいたいです。本当にやっぱねある好きな世界って深いんだなとか楽しいんだなっていうのはあの知れると思います。僕もあの毎日毎日新しい発見があります。新しい入荷でもそうですし、飲みに行ってわあこんなのあるんだっていう発見まだまだいっぱいあります。なんでもう僕ねもうかなり本数飲んでますけど、それでもまだまだ新しい発見があるんで、本当にねもうキリがないぐらいの世界なんでね、ぜひねバーに行ってね楽しんでみてください。どうですか、バーちょっとバーに行ってみるのにちょっと興味持ってくれましたかね。バーの魅力ってねほんと一言二言じゃ語れないぐらいものすごくあるんですけれども、まあ、ぜひねあの行ったことない方、バーに行かれたことない方とかはねぜひちょっと勇気を出してね行ってみてください。だ、ね、バーって楽しいですよ。もう僕ももちろんバーテンダーでしてバーで働いてますけど、実際飲みに行くのすごい大好きですし、もう自分の本当に唯一の趣味ですね、バー通いっていうのは。なので、まあ、ぜひぜひね行ってみてください。まあこの動画面白かったりとかね参考になったよって方いましたら、ぜひぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。